転がしチャレンジパフパフ第2弾リベンジ編ね。前回は4回転がす転ごそう危ない。いやいやいや今Pでしたね。アウト。転がそうとして、はい、ちょっと無理だってなって3回転がしに変えてもらったじゃないですか。はい、3転まで行ったら今日も3転です。目標は、はい、3転ですね。はい、でチャレンジは2回まで3000円からスタートするんですけど、はい、3転の時点で1万円にはしてください。3000円を3コロの時点で1万ってことは、そのあんまり安いのでこうちょっとずつ転がしてもねってことですよね。そうです、そうです、そうね。500円ずつこう膨らませていくみたいなのはダメ。3000円3コロで4000円になりましたはダメってこと。大村住之江若松の中からもう好きなのを選んでやってていいです。その同じ場が良かったらそれでもいいし。大村はまあ大村で攻めるべきかもしれない。今日の感じあれでしたよね、あのお利口さんな感じの、あ、うんうんうん、いいね、うん、ちゃんと硬い感じだった。はい、はい、最初スタートじゃ大村でいきます。はい、いちご手の人長崎だから、うん、今日は意外と1は逃げてないですけど2、3とかこれこのレースも1と2頭が売れてる。1、2前回どうか考えた。前回でもどうするこれこれこれって言ったんですね。一応メモして、うん、多分、うん、ありがとうございます。いただきましょう。いただきまする。マースカット。ラリーラリーラリーやっと。いって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 て。いつこ。それではピーちゃん、タイム発表の方よろしくお願いいたします。はい。今回の。今回の。今回の。回目はこちらです。ででん。3頭が多いかな。はい、312314、1頭132134、345入れて、こちらに入れて、はい、あと231、全部500円かな。はい、全部500円の6通り買いました。はい、まあ、割とまんべんなくしてくれてるので、意外と意外だった。結構本当意外と意外だった。21とか買うのかと思った。安かったんですか。全然安くない。一番安くても6点とかでした。あ、9点。あ、6点。なるほど。あ、ヒット離れしちゃったんで5が入りました。おい！遅れちゃったんで。鼻かきます。3、4、5くるんちゃう。確か。さあ、4、5です。だって370何倍だと次に行かなきゃいけない。最悪。絶対嫌なんですけど。ダッシュにて彼は5コースからの4号艇の面取り、大外が6号艇の横田、スタイル4対2で内から1番2番3番5番4番6番スタートしていきました。少し2番とそして4コース5番がスリットでは覗いていましたが、1番手先手はインの1号艇山崎です。3号艇の橋本外を行きます。2番4番旋回は4号艇少し失速していますが、先頭1号艇の山崎、追走が2号艇の上杉、3番手3号艇橋本の順で今スリット裏を過ぎています。スタートは前提正常でした。さて3号艇の懐、4番5番6番殺到していくところで外前握る3号艇の橋本になっていますが、インコースだいぶ迫っていった4番の面取り、定冠を詰めています。トップ1号艇の山崎、追走は2号艇の上杉、三着争い少し3号艇の橋本が覗いて、インコースから4号艇面取りと5号艇の関が追っての西1番手、ここの外前握り前の3号艇の橋本、1番山崎ゴールイン、2着2番目組、3着は3番橋本。転がし失敗。ディリリリリリリリ。それでは振り出しに戻りましょう。チャンネル登録お願いします。1かの24か迷う。1の23か、でもさっき132で普通に来とったもんなとか思うけど、今って若松でしたよね。何レースでしょうか。10。うわ、1の24、10です。2345迷う。24か23か迷う。私は 3でいいと思う。3ですね。6点やったらもう500円になっちゃうね。失礼します。ドゥドゥンドゥー。もう1頭しかありません。はい、123、124、125、そして
1、2、1、3、2、1、3、4、1、3、5って感じで、はい、1の2、3の2、3、4、5、2、3、4、5。武井選手が逃げてくれないと私たちは終わってしまいますてな感じで、糖分もしっかり取ったところで絶対に当たると思います。はい今日4頭も来てるんですよ、若松。一発ありますね。一発じゃん。ああ言うな。めちゃくちゃ聞こえてたね。そっから歌ったらいけないんですよね。そうそう、あなたちゃんと一発じゃん。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。何回もしてたんだよ。何回もしてくれないですよね。当たり前やと思ったらダメ。確かに、こう私が悪かった、うん、当たり前やと思ったらダメそうだね。なんかさ、いきますよ。逃げて、そのまんま、そのまんま、いい、いい、そのままでいいよ。あ、やべ、いいね、いいね、いいんじゃない。いいです、いいです、いいです。え、いや、大丈夫、待って、ね、待って、待って、待って、いや、1、2だよ。やばい、どう、2、1まであるけど、ちょっと、こちらの、あ、でも外行ったっけ。あんまり頑張りすぎないでくださいね。1、2、6あります？ないです、ないです、6聞いてるんです、6だけは。こけ、いやいやいや、まだあるまだある。お願い、1に5しかないもん。ぬん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 。え、でもこれはもう全然ありますね、まだね。いや、そっちじゃない。お願い、力の密制度ゴロードードー。あー、ダメだ。なんで伸びる、そんなに伸びる。いやいやいや、暑いっすか。ちょっとマジ？ 6 号艇の方、調子悪いって書いてたじゃないですか。見てたね、自分でね。うわぁ、いや、流れちゃったけど。あー、なんだよー、本当は見えずに。楽でも、あれ、6いいって言ってましたよね、押してましたよね。6番5塁1、2、6。さあ、ということで振り出しに戻りましょう。やる？やろっか。え？やろっか。やる？ご資金ってあるんですか？うん。1000円スタートでいいですか？いやいや、ちょっと悔しい気持ちはあるってこと？1000円スタートでいいなら。悔しい。じゃあ、延長。延長。おじさん転がしチャレンジは一般席でおじさん転がしてみた。ダメ？もじもじするやん。ダダラタ。でも里岡さん、さっきの4コースと一緒だよ、また。うわ、出た、大まくり大まくり大まくり、里岡呼び捨て大まくり。しかも5コース、あ、違う、大まくり里岡かわいそうって。4号手が2回も多分まくってる。あれ、そう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 、多分伸び型なんじゃないかな、めちゃくちゃ。3からだったらどうやっていくんですかね。じゃあ前付けしとるけど4コースね、深川さん入って絶対もう来るよねえ、1、5、2、3、4、6だ。あ、でも3だよ、1、5、2、3だから。大まくりやん大まくり来るんで。え、これってこれで当たったとして転がせるんですか、次12レースを、うん、バババってやるってこと。もう結果出た瞬間、もう予想しといて買いに行くぐらいにしたらできる。はい、回目発表こちら、でーでーん、1、2、3、1、5、2、2、3、1、1、5、3、2、3、4、3、2、4って感じで、1頭、2頭、3頭全部あるね。はい、全部あるのでどれか入ったらいいなと思います。はい、進入が変わってます。そうです、1番、5番、2番、3番、4番、6番です。はい、うわー、いや、国が攻めてるんじゃないですか、これ。攻めてみよう、アイドー、
この問題もあるんですよね。三号艇の佐藤かり、四号艇の下条、数子は三番と四番が並びました。スタートは前提正常でした。抜け出しました三号艇、四号艇、その後ろ六号艇の吉田。三二四やったらあるけど二飛びましたもん。二が飛びました。まあ四しかも四の下条さ、この差しが届いてくるか。先に勝った三号艇の佐藤かの方がじわりとかわしてきます。三うちが戦って飛んでましたね。その間で確かに。いやでもつくと思いますよ。マジ行かないぐらい3番ゴールイン、4番ゴールイン、1番ゴールイン、6番ゴールイン、5番ゴールイン、56倍とか、56倍、はあ、この悔しかった思いを、糧に次の転がしチャレンジリベンジしていきたいと思います。もうこれはもうでもなんか悔しいですね、うん、きっぱり、ね、きっぱり諦めます。はい、転がしチャレンジ失敗。ライターのこの時間帯が難しいのもちょっとあるかな。おじさんに転がさせてみたはどうですか。一般席のおじさんだけで転がしていく。張り気で味しめてますよね完全に。ほら意外とそれぞれで買っていくのもいいかもしれないですね。多くなるけど、なんか寺田さんとか曽根さんがいるときに転がしてみたいですね。いやいやいや、やっぱ2人で頑張ろう。当たり前にそう思ってたんですけど。そう思ってたんだ。このチャレンジはでも成功するまでやりましょう。はい、また次回のリベンジでお会いしましょう。さようなら。また頑張ってねって思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てね。